はい、小5英語ですね。はい、今日はね、テキスト34ページのおさらいテストということで、今までやってきたところの、まあ、おさらいだわということになりますですね。はい、ではね、じゃあ早速1番いきましょう。1番はね、日本語にしてくださいという問題ですね。はい、ですから、I am Nancy, I am Nancy。ね、どんな意味になるのかなということですよね。はい、そうしますと、はい、I am 何々で、私は何々ですでした。はい、ですから、I am で、私は、はい、これ、ナンシーね。はい、ですので、ナンシーです。ということで入ってもらえればいいでしょう。ね、はい、I am Nancy。私はナンシーです。でした。はい、Are you Tomoko? ね、You are で、あなたは何々です。ということを、それを反対にして、この Are you なんてするとね、あなたは何々ですか疑問文になったんです。はい、ですから、ここでは、あなたはですね。はい、あなたは、はい、Tomoko ですかということでね、聞くことができたので、はい、あなたはともこですかということでした。そして、I am not Satoru なんていうことで、この not っていうのがつくことで、何々ではありません。I am ですから、私はですよね。はい、Satoru。はい、Satoru では、はい、ありません。と、ね、になりました。ね、I am not Satoru。私は Satoru ではありません。ということで、はい、今回ね、ここのところやってきたのは、I am なんとか、You are なんとかで、私は何々です。あなたは何々です。でそれから疑問文といってね、You are のところを Are you なんてすることで、あなたは何々ですか。そして、ね、not なんていうのを入れることで、何々ではありませんとなる、ね、こんな表現を勉強してきたところですね。さあ、そしたら今度は2番はね、am, is, are をいずれかを入れてみようっていうことでした。はい、ですので、I と来たら、U と来たら、なんかもう決まった感じでしたよね。はい、ですから、I と来たら、am と入れてあげて、私は何々です。U と来たら、are と入れてあげて、あなたは何々です。I が来たら、am。You が来たら、あ、それ以外今のところ全部 is を入れてあげるとうまくいきます。はい、This is とか That is ということでね、これは何々です、あれは何々ですというのがありました。 I の時は am、 You の時は a、 それ以外 is ということで今のところ覚えておきましょう。はい、そして次3番いきますとね、穴埋めの問題です。日本語、僕は次郎です。僕は次郎です。英語では僕も私も何も全て I で表現しているわけですね。はい、ですので、はい、私は次郎ですと言ってるのと同じです。はい、ですから私は何々ですということになりますから、はい、I am というふうに入れてもらえればいいでしょう。ね、I am 次郎ですね。はい、私は夏子ではありません。はい、先ほどではありません。not っていうのを使うっていうのをやったね。はい、ですから I が出てます。はい、だから I が来ているからまず am だ。はい、そしてではないなので not not を入れて I am not 夏子ということですね。はい、あなたは真由美ですか聞いてますね。はい、ですからこれも先ほどやりました疑問文です。はい、ですから you are の疑問文ということで、はい、are you と入れてあげて、are you 真由美ね、あなたは真由美ですか。そしてはい、そうでですね。はい、ですから yes ですよね。カンマ、まあまあ印刷済みですから。で、I と来ての am と入れてあげればいいんだねということで。まあ、そんなわけで、ね、今日はまあ新しいものというものではなくて、今までやってきたところを復習しつつ、このおさらいテストというところで、まあ、おさらいをしたということになるわけですね、ということでした。ちょっとね、ここのところ進んでるんで、次回あたりも復習という形で入れましての、まあ、まとめのテスト対策、そしてその次はいよいよまたまたまとめのテストという、そんな流れになっておりますということですね。はい、ですので、とにかく今回ね、I am 何々、You are 何々、それから疑問文にした Are you 何々、そして not を入れてではありません。はい、これが話題の中心でございました。ということで、本日こんなところでございます。では、また。